はい、インディーズバンドウルムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ありがとうございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっともう音楽とか全く関係ないんで、もういいやっていう方はスルーしていただいていいんですけども、はいはい、この前ね、水曜日のダウンタウンで、ね、おぼんこぼんザファイナル、そう見たんですよ。あれ実はその時ちょうど僕ら撮影してまして、でその撮影の部屋が、まあ、撮影は終わったんですけども、まだ時間的に使えたんで、うんうんうん、夜中まで、うん、でその時にもうお惣菜、この前にちょっと前に動画出てるんですけども、はい、お惣菜買って飯食ってたんですけども、うんうん、その後におぼんこぼんザファイナルっていうのをね、水曜日のダウンタウンでやってたんでね、コーナーでね、ずっとね、そうそうそう、追っかけてやってましたもんね。 で、まあ、それを見てたんですよ、2人で、はい、で、なんかそのおぼんこぼんっていうのはもともとその、もともとっていうか、いろいろあって、その何年か前に仲がすごく悪くなって、うんうんうん、で、まあそれを周りのみんながどうにかしたいと、そう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 、水曜日のダウンタウンでこのおぼんこぼんを仲良くすることはできないのかということで、うんうんうん、いろいろ宿泊して、あれもう、1年以上前からやってるよね。結構前やって、まあ、多分そう、1年以上前からやってますね。もうだいぶ前からそれをやってるよね、はい、ナイツの花輪さん、そうです、まあ、ナイツの2人ですか、はい、まあ、花輪さんもいいんですけど、はい、でその番組で取り上げて、どうにかこのおぼんこぼん師匠を仲良くまた元通りにできないかというのを四苦八苦するんですけども、それを今まではもうことごとく、そう、ことごとくですよ、ダメだったんですよね。もうなんかお互い二次の張り合いで、うん、ちょっとええとこまで行ったらもう最後、そう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 みたいな、それの繰り返しやったんで、それがこの前のそのおぼんこぼんザファイナル最終回で、最後の最後にね、そうですよ、ね、握手をするっていうね、あれはちょっとね、私ほんまに普通に泣いてもたと思って、そうで、そのテレビ見ながら2人でこう、まあ、こっちがテレビなんですけど、はい、もう2人でティッシュペットよかったなーって言うて、2人で泣いとったの。いや、なんかね、途中ね結構、うん、雰囲気悪くなったタイミングがあったじゃないですか、うん、なんか一生懸命みんなやってんのに、結局お互いになんかこう歩み寄ろうとするんですけど、すれ違って、そう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 、またもうキーってなるんですよ、うん、もうその時にまたあかんかったんだ今回もとか思ったらね、あれ本当に最後の最後で、ほんで娘さんの結婚式で2人呼んでっていうね、もうここまで来たらね、娘さんもすごかったよね。いや、偉いですよね。だって主役自分だって思うじゃないですか、うんうん、普通はね、結婚式って女の人にとっちゃ楽しくパーティーで終わりたいものを、 そこにその2人、おぼんこぼんの2人呼んで、ね、うん、その場を使ってでもなんとか仲良くしてほしいっていうのがあって、そうそうそうほんま家族に愛されてますよね、うん、この2人って思いましたけど、そう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 、結局決定打は裏でその花輪さんとかがね、ナイツの2人がこう説得したりとかいうのが、うん、そうですね、もう結局そこが僕は決定打かな、うん、マネージャーの方とね、で、まあ、何回かその、まあ、だからあれ裏行ったり表出たりとか大変だったんですよね、なんかね仲悪なってまた裏で、そうそうそう、で裏で話しても分かったんじゃ、出て話すわって出てきたところまた喧嘩なって、うんうん、また引っ込んでみたいな感じだったですね。なんですよ、なんか照れ隠しで言ったことが相手にとってはちょっとなんかイラってくるような態度だったりとかっていうので、むにゃってなってまた戻って、うん、結局あれお互いね、いいタイミングでいい感じで折れて、うん、ね、そう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 、そのまあまあ最後はお盆師匠がですね、まあまあ俺もまあ意地張りすぎたっていうのを自分の口からやっと言えたって、今までその一言が言えんかったよな。でそれでもう握手して、でその翌日の東洋館でしたっけ、翌日だったかな、東洋館が満席っていう、あれがね泣けたんです、ネタやってる二人見て、もうよかったほんまにみたいな、そうそうそう、あっこで私もう涙腺がって感じだったんですよ。あれでもなんかテレビで久々にちょっといや、ドキュメンタリーですよ、番組やったね、うん、であれなんかやっぱりどう見てもあれガチやから、
いやもう、もうあんたやらせで絶対無理やから。ガチでしょ、うん、あれほんま。でそのおぼん・こぼん師匠が仲悪いっていうのはもともと前から、ね、あのね周りの芸人さんとか知ってたことなんで、ね、まあガチなのは分かってたんですけども、まあ、でももともとはめっちゃ仲良かったじゃないですか、うんうんうん、あの2人ね、仲いいがゆえにあっこまで行き切った形で仲悪かったんやろなっていうふうに思うんで、うん、そう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 、ね、だからお互いがお互いを愛するがゆえにこう反発する時もそうなっちゃうよねっていうのがね、なんかめっちゃあれ見てすごく感慨深いというかね、あーって、まあ、僕らも気ぃつけようとかいうのを非常に勉強になったなと思うんですけど、本当にね、でもね、あの周りの人たちもよう辛抱して辛抱したなよう付き合ったな思って、もうなんかテレビの画面通してまたかよみたいな感じじゃないですか、うん、もうここまでここまで作って持ってったのに結局壊すんかいみたいな感じの、ね、ちょっとイラッとくるもんなその瞬間な、うん、みたいな、うんね、やっぱり現場にいてる人間の方がもっとってなるじゃないですか、なるやけど、ね、それを我慢して我慢して我慢してって、もうね、説得して、うん、でも最初 あんまりにもあんまりそんな言わないマネージャーさんがわーって言う場面あったじゃないですか、あんな温厚そうな人が、いや花輪さんもあれですよね、なんかちょっと口調が強かった場面が一回ありましたね、そうありましたありました、あれは壮絶なドラマやったわ、ね、うん、お互いがちゃんとなんかこうみんな向き合って、うん、なんか真剣にぶつかり合ってっていうのがね、うん、あったんで、今の時代にしたら珍しいなっていう、なあ今なんかテレビなんかほとんどやらせやもんな、ね、そうですよ、やらせの割につまらんもんが多いんですけど、うん、なんか久しぶりに、でもあれダウンタウンやからできたんやな、あ、まあでもそれはありますよね、あのダウンタウンっていう番組の力があったからね、うんうん、結構なんかあの昔のいろいろ無理やってましたっていう昭和の時代の番組の流れ若干組んでるじゃないですか、あの番組って、だから私結構よう見るんですけど水曜日のダウンタウンって結構ガチでヤバいやつあるもんな、そうそうそう、ありますあります、これちょっとあかんやろみたいなやつもあるんですけど、あれクロちゃんのやつとかも好きだけど、私クロちゃんね、クロちゃんのヤバいのがモンスターハウスガチのやつめっちゃあれ好きです私、花も好きやったけど、あのダウンタウンだからこそやっぱりああいう、うん、番組が可能なんだなと、なんでしょう、そのもうああいうガチのやつって受け切れる人がいないと無理やないですか、そらそうですよね、でしかもあの超先輩でしょ、おぼん・こぼん師匠、超先輩です、それは超先輩ですよ、僕にも小さい時見てましたね、おぼん・こぼんの漫才を、なんか見てた記憶はあります、その内容があんまり覚えてないんですけど、あ、私あの水曜日の団体のおぼん・こぼんっていう人おんねやと思いました、うん、おぼん・こぼんさんはね、うん、僕はちっちゃい頃知ってましたから、あー、そうなんすね、うん、やっぱ当時漫才ブームの時やったから、でその時僕ちっちゃかったんですけども、まあテレビをつけると大体おぼん・こぼんとか2ビートとか、はいはいはい、ザ・ボンチとかあの辺の方々が出てたんですけども、それをずっと見てて、で、あの土曜日はあの吉本新喜劇を見るみたいな生活をずっとやったんで、はいはいはい、だからおぼん・こぼん師匠も見たことありますんで、だからあの名前はちゃんと覚えてますし、どういう顔してる人っていうのもちゃんと覚えてるん で、うんうんうん、でそれが今なんでそのなんか仲悪くなってって言って、ね、でそれがなんかもう1年ぐらいのなんかもう壮大なドラマになってるっていうのは、なあ、でもあれ結末あれでよかったよね、本当に本当に思いました、もうなんか私もずっと追っかけて見てた人間やったんでもう途中まで、あ、もうまたもう仲たがいしてこのまんまもう仲悪いまんまで終わるんやなって思ったんですよ、そうそうそう、だってファイナルって書いてあるから、そうそう、おぼんこぼファイナルやからね、もうこの関係修復不可能ですっていうオチなんかだと思いきや、ちゃんとね、なんとかなってよかったなって思いますね、でもなんかその、ね、ああいう仲たがいってほんとちょっとしたことやねんなと思いました、うん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 、ほんの1分2分でそれが変わっちゃうっていう、ほんのちょっとしたことやねんなと思いますね、怖いですよね、うん、いや、うちらもそうなるんかな、なんか、分かんないです、分かんないです、もうええわ言うて、いやー、うん、もう解散や解散言うて、ならんでしょ、てかまずね、同性やったらなるかもしんないですけど、うん、まあ、性別違うっていうところもあるんで、うん、性別と年齢がちゃうっていうのは大きいな、ねね、だって大盆小盆さん年近いじゃないですか、うんうんうん、ね、性別と年齢が我々は違うから、まあまあ、まあまあ、うん、あのランさんなんかあってもふーんっていう感じで
もう見てますけど、もうふーんって見ていただけたらと思いますが、いや分からんで、ね、その中高いって言うと、もう何が原因でどうなるか分からへんからな。もうほんとそうですよね、うん、あれ見てたらもう私もなんか怖いなと、怖いっていうか、なんかそうならんように気ぃつけようと思って、うんうん、まあ、僕らね比較的そんな意地を張ることは多分ないと思うんですけど、うん、でも別の原因でねそういう風になるかもしれないこともまあ、まあまあね、あるゼロではないから、ね、先のことは誰もが分からんことなんで、うん、言ったら、うん、いや本当にそういう微妙なバランスやってんなっていう、ねね、ほんのちょっとのことで ああいう風に長い間、うんうんうん、あの仲たがいしたまんまなってたんやなと思って、うん、逆にああやって1年以上もね、うん、こう向き合ってくれる周りの人がいてよかったなって思いますよね。なんかそれってあの、ね、お盆師匠小盆師匠、うん、どちらも多分ね人望ある方やったんだと思うんですよ、ね、人望がないと、うん、まず周りがそうしようと思わない、ね、もうなんかあの、うん、なんだろう触らぬなんか神に立ったりそうそうみたいな、うん、そんなあれですよ、触らんとこってなるんやけど、ね、でももう怖いし怖いしとか飛ばっちくれても 困るしみたいなね、うん、どうしてもナイツの2人がそう、ね、うん、仲直りしてほしいっていうことでやってたんで、いや人望がすごいんやわ。でやっぱりその、うん、仲たがいであの喧嘩してるところ以外はですね、うんうん、比較的なんかすごくいい人やなって思ったんですよ。あでもそれは思いますよね。それを抜きにしたらすごくすごく平和でいい人やのに、その後輩にも丁寧やしっていうところがあって、後輩のことはあんまりお前とか呼ばないでしょあの人。あそうそう、ま、どちらもね、やっぱ人間できてる人たちなんやこの方々は。後輩に丁寧なんですよ二人とも。すごく、ほんで周りの人とかにもすごいちゃんと、うん、ごめんなさいねみたいな、うん、でもそこだけは譲られへんっていうね、そこないいこと言うのに、ね、その仲たがいだけは絶対取れへんっていうのはやきもきしとってるけどいやあのファイナルでなんかああなって、俺でもこれからおぼんこぼんちょっとブレイクするんちゃうって思って、ね、72でしょ、72で再ブレイクはあるんちゃうかなと思いますけどね、あんだけのドラマを見せてくれたんだから。でもね、画面通して人間性もバーン出てますし、うん、あのお二方のね、うん、だからね、これから仕事増えるかもしれんで、あれどうしよう、漫才見るために私なんてうるみそうですよかったでーって本当に、はい、ということでね、ちょっと長々なりましたけども、はい、ちょっと全く関係ないんですけども、まあ、ね、ちょっと僕らこれね2人同じテレビを飯食いながら見とって、ちょっとほんまに2人で泣いとったんで、ほんまに2人で泣いてたんで、ちょっとこれは動画にしようかなと思って、はいはい、おぼんこぼん師匠でございましたはい、ということでこれぐらいして終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。